皆さんこんにちは、卓球センター .jp の宗久保です。じゃあ今日もトレーニングパートナーでおすすめの練習方法を紹介していきたいと思います。で今回は、トレーニングパートナーで用語が多い、下回転のドライブの練習方法について紹介していきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。まず最初はワンコースで私が下回転のボールを送るので、ワンコースで打ってもらいましょう。じゃあお願いします。この2番目は突っつき入れることでちょっと動くことになるので、動いてからしっかり準備、動いてから準備して打つ練習になります。じゃあ第3弾、もっと動くもっと動きましょう。下回転で1本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 ドライブ打ってみましょう。動いて準備、動いて準備、頑張ってください。じゃあお願いします。実際にこんなに下回転がたくさん飛んでくることはないんですけど、試合の中だと動いて打つことが多いと思うので、しっかり動く練習も取り入れてみてください。で注意点としては、卓球練習、球出しでの練習の時は先にラケットをみんな引いてしまいがちになるので、しっかりボールが飛んできて引く、飛んできて引く、それだけはちょっと卓球練習の時は注意してほしいなと思います。それじゃあトレーニングパートナーお待ちしてます。